津波に備えて県内の沿岸部にはたくさんの避難施設ができましたが、単なるタワーでは雨風がしのげず、普段は使えないという問題があります。伊豆市では平時に観光施設として機能する新たな津波避難施設の建設が進められています。最大9連休のゴールデンウィーク初日、戸井海水浴場にはまだ冷たさの残る海で遊ぶ観光客の姿がありました。観光客が訪れる戸井海水浴場の目の前、今まさに津波避難タワーの建設が進められています。今年12月に完成予定の津波避難施設、しかしただ避難するだけの建物ではありません。あちらがですね、今整備を進めております津波避難複合施設になります。戸井の地域はですね、主要な産業が観光業ということで、有事の際は津波の避難の施設で、平常時は観光に、資するような、そういった機能を合わせ持った複合施設になります。施設は鉄骨4階建て、1階は土産物などの販売スペース、2階はフリースペース、3階はレストラン、4階はフリースペースと展望台になる予定で、綺麗な夕日も見ることができます。伊豆市によりますと、観光と防災を合わせ持った津波避難複合施設は全国初といいます。しかし、なぜ海水浴場の目の前に作るのでしょうか。避難の困難な方が出るんじゃないかというような想定がありまして、大体それが約1200人ぐらい出るんじゃないかというような想定がございまして、そうするとやはりこの辺の地域にですね、一つそういった避難施設が必要じゃないかと。伊豆市戸井地区は南海トラフ巨大地震で最大10メートルの津波が最速6分で到達すると想定されています。現在戸井地区には津波避難タワーやビルが15箇所あります。しかし海水浴場周辺には避難場所が少なく、3000人の海水浴客が訪れた場合、およそ1200人分が足りないことが判明。新たな津波避難複合施設では3、4階に1230人が避難可能で、足りなかった分を確保できることになります。海水浴場の目の前で民宿を営む鈴木さんも期待を寄せています。紙か何かその部屋に貼って、避難経路とあと商業施設もありますので、ぜひ一度見に行ってくださいみたいな感じでは告知するつもりですし、集客の面でも、そして有事の際の避難場所としても、もうダブルでもうとんでもなく期待してますんで海を訪れた観光客も、すぐ近くに立ってあるとやっぱ子どももいるので、すぐに逃げられるっていうのはいいですよね。津波が来たらどうするんだろうなんてね、話してたことある。車の中で安心してまた来れます、戸井地区は5年前に全国で唯一津波災害特別警戒区域オレンジゾーンの指定を受けました。病院や福祉施設、学校といった施設を海沿いに作る際には高さ制限などが伴います。その上で地域の主要産業である観光と防災が両立した街づくりを市民と市が協力して進めてきました。観光と防災というのは常にこう相反するものじゃないかということを常にこう対極にいてですね、なかなかお話を進めていってもこっちを立てればこっちが立たずっていう、すごくジレンマがあったんですが、今回まさにそれが本当に融合してですね、ここに来れば観光も防災も一挙にこれがもう解決するというところでございますので、非常に我々観光事業者は期待をしているところです。さっきお土産を買って食事をした施設に逃げる、観光と防災を合わせ持つ施設はいざという時に私たちを安全な場所へ導いてくれそうです。